マオリのモデルとスタジオにいるゴールディチャールズ・フレデリック・ゴールディはニュージーランドの画家である。マオリの人々の肖像画を描いたことで知られる。オークランドに生まれた。父親のデイビッド・ゴールディは成功した材木商人で政治家として議員やオークランド市長を務めた人物である。母親はアマチュア画家で息子の美術活動を奨励し、ゴールディは少年時代から オークランド美術協会やニュージーランド美術学生協会で賞を得た。学校を卒業した後、父親の仕事を手伝いながら画家のルイス・ジョン・スティールから絵を学んだ。スティールはイギリス生まれでパリ国立高等美術学校で学んだ画家で、1886年にニュージーランドに渡ってきていた。1891年に、 かつてのニュージーランド総督で、博物学者のジョージ・グレイが、オークランドでの展覧会に出展された、ゴールディの生物画を見て、父親に、外国へ留学させることを勧め、ゴールディは、パリのアカデミー・ジュリアンに留学した。1898年に留学から帰ると、スティールとフレンチ・アカデミー・オブ・アートという名前のスタジオを立ち上げ、スティールと、ザ・ライバル・オブ・ザ・マウリーズ・イン・ニュージーランドという、 歴史画の大作を共作し、この作品は有名になった。その後しばらくして、スティールとの協力は解消し、スティールは独立したスタジオを作り、1901年からマオリの人々を描き始めた。現地に行ってスケッチしたり、写真を撮ったりした。しばしば金を払って、オークランドを訪れるマオリの人々にモデルを頼んだ。モデルになったのは、 マオリ土地裁判所に訴訟のために来た州長たちであった。マオリの伝統風習であるの入れ墨をした人物も描いたがゴールディの時代でも入れ墨をするのは高齢の世代になっていて、マオリの社会の行為の人物だけであった。マオリの人々と友人になり、集会所でマオリと過ごし、マオリ語で話せるようになった。1935年に、ジョージ5世イ。 即位25周年記念銀メダルを受訓し、その直後に大英帝国勲章も受訓した。ありがとうございます。